内田康ダ・は、福島県岩き市出身のプロ野球選手、宇ト右打ち。東北楽天ゴールデンイーグルス所属。2013年9月6日小学校2年時に、常磐南式野球スポーツ少年団で野球を始めた。中学生時代に所属していた岩いき商風クラブでは、4番打者として、園部里氏と共にクリーンアップを任されていた。中学校卒業後に、 茨城県の上層学院高校へ進学。保守として公式野球部へ入部したが、1年次の春からベンチ入りを果たすと、打撃を買われて対外試合に三塁手として出場することが多かった。2年次の夏に3番三塁手として第94回全国高等学校野球選手権大会に出場。霧光学園高校との2回戦で、 松井祐樹から2安打を放ったが、チームは松井から19三振を奪われた末に敗れた。2年次の秋には、右大タ部の肉離れに見舞われながらも、首相、一塁種、4番打者として、茨城県周期大会に出場。チームを県大会の優勝と、周期関東大会への準決勝進出に導いた。3年次の春には、4番、保守として、 第85回記念選抜高等学校野球大会に出場。大竹幸太郎擁する最最高高校との初戦でに安打を放ったものの、チームは完封負けを喫した。3年夏の全国高等学校野球選手権、茨城大会では大会大記録の4本塁打をマーク。霞ヶ浦高等学校との決勝でさよなら本塁打を放つと、続く、 第95回全国高等学校野球選手権大会でも、北小高校との1回戦で3点本塁打を放って、チームの勝利に貢献した。神林生活要する仙台育英高校との2回戦には、保守として出場。座ったままで2塁に牽制球を投げるなど、強権を披露した。福井商業高校との3回戦でも、長谷川良太から本塁打を放ったが、 準々決勝で高橋光成擁する前橋育英に逆転負けを喫した。甲子園球場の全国大会では通算で打率345日本塁打を記録。3年次秋の第26回トリプル a 世界野球選手権大会では日本代表の4番指名打者としてチームの準優勝に貢献した。2013年の NPB ドラフト会議で 保守として東北楽天ゴールデンイーグルスから二巡目で、指名。契約金6000万円、年俸600万円という条件で入団した。入団当初の背番号は8。2014年、保守登録だったが、シーズンを通じて二軍で経験を積ませるという二、軍監督の大久保博士元の方針で、春季キャンプから三塁一に専念。イースタンリーグ公式戦では、 開幕戦から7試合連続安打を記録した。シーズン終盤に1軍に登録されると、10月4日の対オリックスバファローズ戦で1軍公式戦での初安打を放った。2015年春季キャンプ直前の1月21日にポジション登録を保守から内野手へ正式に変更した。シーズン中にはイースタンリーグ公式戦での通算打率が、 194にとどまるほど低調で、一軍公式戦への出場機会はなかった。シーズン終了後の宮崎フェニックスリーグでは、5本塁打をマーク。シーズン終了後に、千葉ロッテマリーンズから、国内 FA 圏の講師により移籍してきた、今江敏明が、移籍前と同じく背番号8を着用したことにより、背番号を36へ変更した。2016年、 公式戦の開幕を2軍で迎えたが、イースタンリーグ公式戦で序盤から好調を維持すると、6月9日の対東京ヤクルトスワローズ戦で2年ぶりに1軍公式戦へ出場。7番三塁手としてスタメンで起用されると2安打と1軍公式戦初打点を記録した。さらに、6月16日の対読売ジャイアンツ戦では、 だから政治から一軍公式戦初本塁打を放った。一軍公式戦での通算本塁打は2本にとどまったが、イースタンリーグ公式戦では、チーム2位の13本を記録した。2017年、レギュラーシーズンの終盤に一軍へ昇格すると、代打やスタメンで公式戦6試合に起用されたが、シーズン初打席から20打席目までは、無安打と不審。 一軍のレギュラーシーズン最終戦であった10月10日の対ロッテ戦でゼラス・ウィーラーに代わって途中から三塁の守備につくとその後の打席で一軍公式戦唯一の安打を放ったイースタンリーグ公式戦には109試合に出場打率234ながら18本塁打66打点という好成績でイースタンリーグの本塁打王 打点王のタイトルを受賞した。2018年、主に一塁主として、オープン戦16試合に出場すると、NPB 全12球団の規定打席到達者で、単独1位の打率。386と、チームトップの4本塁打という好成績をマーク。プロ入り後初めての開幕一軍入りを果たした。三月三十日には、千葉ロッテマリーンズとのレギュラーシーズン開幕戦で、 6番、一塁手、として、スタメンに起用。以降も一軍公式戦に試合に出場したが、打撃フォームを崩した影響で、通算9打数無安打と振るわず、4月5日付で、出場選手登録を抹消された。5月5日付で、再び登録されると、一軍公式戦でのシーズン18打席目に当たる5月13日の、対オリックス戦8回裏の、第4打席で、 シーズン初安打を一軍公式戦2年振りの本塁打でマーク。さらに3本の本塁打を放ったが、打率が2割前後にとどまり、セパ交流戦期間中の6月に、再び登録を抹消された。8月末の再々登録以降は、一軍公式戦のスタメンに、再び定着。9月以降7本の本塁打を放った結果、通算12本塁打でシーズンを終えた。 楽天の高卒入団選手及びチームハイノキの右打者が一軍公式戦でシーズン二桁本塁打を達成した事例はこの年の内田が初めてである。2019年春季キャンプから一軍に帯同したが前年好調だったオープン戦で打率227のノーアーチと振るわずレギュラーシーズンの大半を二軍で過ごした。5月に左太ももの裏を痛め 一時は、戦線離脱をしたが、2軍のイースタンリーグ初優勝に貢献した。シーズン最終盤の9月22日に1軍へ、復帰した。同リーグの公式戦には100試合の出場で、規定打席へ2年ぶりに到達。チームトップの14本類が、リーグ10位の打率、258をマーク。10月5日には、ソフトバンクとのファーム、日本選手権に7番。 三塁手として、スタメンで出場した。シーズン終了後には、この年に、西部から国内 FAU 圏の講師によって移籍した、浅村坂へとの誘いを受けて、浅村の自主トレーニングに、初めて参加し、打撃フォームを学ぶことで、剣道従来を期した。2020年、春季キャンプから一軍に帯同すると、14試合に、出場したオープン戦で打率、3334打点。 特典圏打率375という好成績をマーク。新型コロナウイルスへの感染拡大に伴うチームの活動休止期間を挟んでも好調を維持したことから2年振りの開幕一軍入りを果たした。開幕後は前年に2軍を率いていた新監督の三木はじめの下で一類手種としてスタメンに随時起用。七月十九日の大西部戦七回裏の 第4打席では、この年の公式戦初登板から10、登板試合連続で1本の本塁打も許していなかった平ら会話に、1軍公式戦では、自身初の満塁本塁打を浴びせた。ありがとうございます。